どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は強化弱体秘密会視点でバージョン 2.0 を見るとなります。バージョン 2.0 においてですが、トライストリンガーの強化やスペシャルの仕様変更が来ていましたね。マップも増えるので楽しみがいっぱいです。で、今回は弓二種を使用している視点で強化の影響や弱体、あとはそれによって懸念する部分などをまとめていきたいと思います。こちらの動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは早速本編に行きたいと思います。それでは早速アップデート内容を見ていきたいと思います。まずはトライストリンガーに関するものから見ていきましょう。トライストリンガーはメインのアップデートが来てましたね。落下する飛沫による塗りの大きさをこれまでより大きくしました。というのと、遠くを狙って撃った時に発生する飛沫の数を増やしました。で、これに関しては、飛沫に関するものが多いですね。飛沫は比較的小さい状態なので、大きさが変わるのと数が増えるだけでかなりいいアップデなんじゃないかなと思います。攻撃しながら足場が整えやすくなるので味方のカバーもより良くなりそうだなという感想ですね。ここだけ見たとき。ただ飛沫の数も増えるということなので数次第かなと思います。今だと最長射程で撃ったときにだいたい4から5個ぐらいの飛沫が出てきます。ただ結構その間隔も広いので足場が濡れるかっていうかは移動とかにも使いづらいし難しいところなんですよね。なので、できればその隙間を埋める意味で2つ以上増えてくれると、綺麗な線になる可能性もあるので味方の移動のサポートもできてとても強くなるんじゃないかなと思ってます。炭酸ボムとかぐらいね、線が薄くてもかけるようになればかなり強くなるんじゃないかなと思うアップデートです。これはこれで楽しみですね。で、もう一つアップデート来るときに修正が入るみたいですね。金網に密着した状態でストリンガーを発射するとき金網に弾が遮られてしまうことがある問題を修正しましたということなんですが、発売初日からずっと使ってるんですけどこれ遭遇したことないんですよね。修正に関して、そうですね、遮られたことがないのでかなり稀なケースだったのかなと思います。それがかなり特殊な条件がいるのかもしれないですね。そもそも密着した状態というところがかなり特殊な感じもしますので、ないよりマシな修正な気はします。これによってね、たまたま攻撃が届かなかったとかありますので、そこはね、良かったんじゃないかなと思います。トライストリンガーはサブスペーあとは関するものはなかったですね。なので塗りの強化が純粋に入った感じかなと思います。で、問題は次ですね、ラクトに関するのも見ていきたいと思います。ラクト自体というよりかは丸みさに対して、というところが多かったですね。で、丸みさに関しては発射を確定した後もスペシャルゲージが徐々に減少するようにし、完全にゲージがなくなるまでの間は新たにスペシャルゲージを貯めることができないようにしました。丸みさは使った瞬間ゲージが消えてたんですよね。なので、純粋なスペシャルの弱体が来たかなっていうのが感想です。イメージとしてはウルトラショットとかのようなゲージの減り方になるのかなっていうところです。徐々にっていうところですね。丸みさのその手数が増える要因っていうのはゲージの即消費が一番の理由だと思うんですよね。その減ってる間の時間があるっていうことはそれだけ塗っても意味がないので、かなり痛手かなと思います。今までのやり方では確実に数が減るのではと思いますね。運営もこの変更に関してはゲームバランスをかなり考えていたようですね。ちゃんと書いてありまして、バトルに関してはマルチミサイルを遠くから撃ち続ける戦法の攻撃頻度を落とす調整のほか、一部の武器の使い心地を向上させる調整を中心に行いました。なので、確かに1試合10から13とか打てる人は打てるので、そこのことを考えると後衛武器とかね、かなり辛かったんじゃないかなと思います。これ一部どころか全体に対していい影響なのかなと思いますね。丸みさによって何もできないということもあったので攻撃間隔が減るだけでもかなり大きな影響が出るんじゃないかと思います。あと丸みさに関しては他にも修正があったみたいですね。丸みさの性能面っていうところなんですが、
地面スレスレを通過して着弾するとき、実際の着弾位置と異なる場所に着弾予測位置が表示されることがある問題を修正しましたということなので、これ狙われてた時に感じていたんですけど、なんかやたら追尾性能が高いなと、そのマークされてるところよりも当たるので、なんですが、ただただ着弾予測がそもそもずれていたのが問題だったみたいので、避けたけど避けきれてないみたいなのは、まあ、このマーカーのせいだったのかなというところですね。まあ、現環境のマリンさんに慣れていればアップデート後は避けやすくなって事故も減りそうな感じがします。でラクトに関してはメインとサブ自体には変更はなかったので、スペシャルを軸に修正されたような感じがしますね。まあ、他にも丸みさを使える武器っていうのはありますので、まあ、全体的に丸みさが問題というような見方をされたのかなと思います。でラクト自体がそもそも注目もされてたんでね、スタダハイの時は注目されてたんで、まあ、前回に続いてアップデートの影響を受けたのかなと、どうかなと思います。それではアップデートの情報も集まりましたので、このアップデートが来た時に弓使いとしてはどのような影響があるのか考えていきたいと思います。まずトラストですが、塗りの強化はかなりいい影響が出るかなと思っています。正直フルチャで相手をしているときは塗りがかなり厳しかったところがあります。定期的に足場を整える必要があったのでインク管理が大変だったんですよね。ですがフルチャで塗り効率は上がるようなのであれば、味方の援護もさらにしやすくなるかと思います。できれば移動ができるくらいの道が塗れれば最高かなというところなんですが、イカロールが移動できるくらいになるかなというところですね。イカロールでぴょんぴょん飛んでいく感じですね。で自分でルートを作ったり味方の足場を攻撃しながら作れることも可能になれば、やれることが増えるので楽しみな部分ではあります。ちょっと期待でかいですね正直。またスペシャルゲージの増加に影響があるのかも気になるところですね。まあ、ビビたるものかなと思いますが、敵陣にフルチャで攻撃してゲージが増加する量がアップするのであれば、攻撃の圧をさらに伸ばすことができますからね。これはかなりパワーアップになるかなと思います。まあ、ボムがついてればそんな気にしなくていいんですけど、やっぱりメインでどうこう動く武器としては重要なところかと思います。で今回のアップでは塗り足りない部分を補うには良かったのではないかと思います。ただ問題はどれくらいの大きさになるのかというのと、飛沫の増加数次第では微妙になりそうな気がしますね。あとこのアップデに関して良かったなと思ったのがもう一つありまして、このグレートバリアとポップソナーの耐久値の変更がなかったのもかなり嬉しいところでした。実際大物乗せれば一発で壊したりもしますし、まあ、いけなくても 2,3 発、ポソナー、グレートバリアそれぞれですけどね、あの 2,3 発で壊せるので、この変更がないのもかなりありがたかったなというところあります。やっぱ一撃で壊れるスペシャルってなかなかなのでね、ちょっとそこはすごくありがたかったなと正直思います。続いてはラクトですが、マルチミサイルの回転が落ちたのはかなり痛いかと思います。塗りの強さもありますが、スペを使う感覚が伸びるというアップデの内容なので、スペでの貢献度が下がりますからね。自陣を全部塗りながらスペシャルを打ち込む戦略をしていた人はかなり痛手かなと思います。ですが正直なところ運用の仕方次第なのかなとも思ってます。確かにスペシャルを使える頻度は下がりますが、そもそも前線に上がらないと立ち回りができない動きだったので、まあ、味方からすると人数不利の状況が続く立ち回りなんですよね。まあ、これによって、まあ、スペシャルに依存した動きでなければ前線にいる時間が伸びるかもしれないので、メインやサブを駆使したラフト使いが増えるのではと思ってます。もちろん今回のアップでは単純に見れば弱体かと思いますが、ゲージの減少の仕方次第ではそこまで影響ない可能性もあるとも感じてます。まあ、ウルションのようなゲージの減りの速さであれば、まあ、数秒ですねの停止くらいなので、そこまで大きな影響には感じてないんですよね。まあ、インク回復の時間なども考えるといいクールタイムになる可能性もあります。前線でスペシャルを使っていればかなり痛手ですが、まあ、後ろでスペを使う分にはさほど影響がないとも言えますね。まあ、ただ手数はねやっぱ減りますんで、まあ、ラクトを活用するならスペシャルとの動き方は修正する必要がありそうな気がします。まあ、正直
ここはそのラクト使いとしての腕の見せ所かなというところですね。スペシャルはもちろん強みなんですけど、やっぱりどれだけラクトのメインサブを使えるかがすごく重要な気がします。はい、ということで今回ここまでとなります。強化弱体秘密会視点で見るバージョン 2.0 はいかがでしたでしょうか。まあ、トラストに関しては塗りがどれくらい効率が上がるのかはかなり楽しみです。ただフルチャでの行動の幅が広がるっていうのがどれくらいかなっていうのがずっと気になりますね。でラクトに関しては捨ての頻度が落ちるのでゲージダメの質を上げる必要がありそうです。スペだけではなくメインとサブの連動もこれからは試される武器になってくるんじゃないかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。